んにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物を着終わった後、どこをチェックしたら綺麗な着姿になりますか？どこが合っていたら綺麗なんでしょうか、というようなご質問をいただきました。本日は着物を着終わった後に最低ここをチェックすればおよそ大丈夫というポイントについて解説をしていきたいと思います。着物、帯、それぞれあるので、ぜひねメモをしながらお役立ていただければなって思います。さて、着物をね、私今着終わっていますけれども、人のパッて見た時、それから自分の目につくところはどこかっていうと、やっぱり襟周りかなっていうふうに思うんですけれども、この白い半襟の出方っていうのが左右対称である、おおよそ左右対称であるということが、まあ大事かなというふうに思います。まずここが一つですね。左右対称でなければ、できるだけね左右対称になるようにちょっとね触っていただければと思いますが、でもあんまり触りすぎるとね逆に崩れるので、あ、左右対称の方がいいんだなということで、ちょっとここでは、思っていただければなって思います。それからここで続きまして、人から見えるところ、おはしょりですね。おはしょりがだいたいぶわっとしてない、おおよそ収まっているということなんですけれども、今ね帯を締めた状態なんですけれども、もしおはしょりがぶわっとなってるなと思ったら、この帯板と着物の間に指を差し挟んで、こうやってね左右に布とか空気を押し出してあげたりすると基本的に綺麗になります。それからこの脇の部分をつまんで左右にこうやって引っ張ってあげる、それだけでもねここってだいぶすっきりしてきます。おはしょりがちょっとぷわぷわぷわってしてる方っていうのは、もうこれをするだけでもう全然おはしょりが変わってきますので、よかったらこのおはしょりね、試してみていただければなっていうふうに思います。続きまして、ちょっとね全身引きで見ましょうか。引きで見た時に小じわは気にしないでください。大きなシワがないのかなっていうのをちょっとねチェックしていただければなっていうふうに思います。小じわは OK、 大じわがなければ良いというふうにお捉えください。着物はね以上ですね。次は帯になります。帯、意外とねこう皆さんちょっとこう失念しがちなところがあるんですけれども、帯揚げの結び目と帯締めの結び目っていうのがだいたいこう同じぐらいの中心が位置に来ているということはね、結構私は大切じゃないかなというふうに思うので、そこはぜひ、チェックしてみてくださいね。それからここね、帯前、ここです。ここにシワがあるとちょっとね、どんなに帯が綺麗に結べてたとしてもちょっとこうふわふわふわって見えてしまったりするので、帯前のシワがねもしチェックの段階で入っていたら、こういうふうにねシワを左右に寄せてあげてください。続きまして、今度ね帯山です。この帯山がある程度まっすぐしているのかというのをね、ぜひご確認いただければなって思います。これはちょっと鏡じゃないとね見えないと思うんですけれども、こうやってねちょっとこうやって見てしまうとよくわからないと思うので、こうちょっと横を見ながら首だけピッという感じで、チェックしていただければなって思います。それから背中のねシワも、帯をねチェックすると同時に背中にシワが寄ってないのかっていうのもねチェックしていただければなって思います。背中のシワは左右、それから縦じわと横じわがあるので、横じわはこういう感じで取ってあげることができるんですけれども、縦じわはこのお太鼓の下のこのおはしょりですよね、おはしょりをちょっと引っ張って下に引っ張ってあげると、シワが取れるので、そこでちょっとチェックしてみていただければなって思います。基本的にこうアラを探すと、ほんといくらでも着物ってアラっていっぱい出てくるかなっていうふうに思うんですけれども、その日、ご機嫌よく着心地よく過ごすためには、私は今申し上げた襟がだいたい左右対称かなとか、おはしょりがふわっとしてないかなとか、帯揚げと帯締めのこの結び目がだいたい一緒、帯山がこうまっすぐなっていることとかっていうこと、あ、それか帯前のここがねある程度綺麗ということをね気にしていただければ、こうずっと触って気にするというよりかは、化粧室に行った時にちょっとチェックするぐらいでね十分だと思うので、ぜひそのあたりのポイント気にしていただければなって思います。何よりもシワを気にするっていうよりかは、着物を着て一日楽しく過ごすことが私は大事だと思ってるので、あんまり細かいことをね気にしすぎず、おおらかな気持ちでお着物楽しんでいただければなって思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、
きちんと身につく着方の教科書動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったらぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。